レギュラー仕様はないのというお客さんいると思います。今までもジムニーアルトワークスでレギュラー仕様のデータって作ってきました。でもどうしてもこういうエンジンのチューニングをする上で燃料のオクタン化、レギュラーガソリンっていうのが約93オクタン、それに対してハイオクガソリンと100オクタンあります。それにコンピューターだとかいろんなデータを合わす、ブーストを合わすことによって非常に大きなアドバンテージを得ることができるんで、ぜひそのあたりは理解してもらって、レギュラー仕様だと多分このあたりが限りなくノーマルに近づいて、わずかにピークのところだけがちょっといいだけで、一番おいしいこの低速のこのブーストアップ、点火時期アップの効果のこの幅っていうのは絶対得ることができません。やはりこのトルクパワーを出せることによって、パワーがないから踏まないと走らない車がわずかなアクセルワークでこう加速してくれますから、結果としては多分燃費が良くなって10円ちょっと高いかもしれないけど、ハイオク入れたメリットっていうのは大きく出せると思います。もっとチューニングの幅広げられないのっていう中にはお客さんいると思います。乗ってみて分かったのが、今これ6000回転ちょっとしたくらいがピークパワーになってます。もうどんどんトルクは下がってきます。これはもうどうしても仕方ないのがターボチャージャーの風量の問題で、こればっかりはいくらブースト上げてもこのピークのパワーが低速にこう寄ってくるだけで上の山は上がってこないです。そしたら何をしなきゃいけないかというと、今まで我々がやってきている、やはりターボチューニングっていうのが次のステップで必要かなと思って、今いろんな意味で検討はしています。エブリー一部版にマニュアル車、マニュアルのターボもありますけども、多分大半の方がオートマのターボだと思います。アクセルを全開で踏んでいくと約7000回転ぐらいまで、次のそのギア切り替わるまで引っ張っていきます。そうするとどうしてもこの辺りブーストの垂れたところを結構対応することが多いんで、そうすると今のこの性能グラフだとちょっともったいないかなと。タービンをもうちょっと大きくして、低速はなるべく犠牲にはしたくないんで、コンプレッサー側をちょっと大きくした仕様の、今でいう我々がジムニーだとかあとアルトワークスで使っているような、クラスのサイズであれば低速を犠牲にせずに高回転の風量を稼げますから、そうするとこのピークのパワーが多分7000回転くらいまで上がっていくんじゃないかなと。でさらにその数字がちょっと上に上がって90馬力くらいまでのライン、もしくはこれをもうちょっと超えるような、100馬力に近いようなラインを描けるとすごくフィーリングがいいのが多分このグラフから見ても皆さん理解してもらえると思います。そんなことも含めてエブリこれからもチューニングしていきますので、まずはこの ECU を使っていただければコンピューターチューニングの良さが体験できると思います。今までどうしてもエブリのパーツ少ないって、いろんなお客さんから言われてきました。我々もその答えに答えるように、今回開発しましたので、ぜひ使っていろんな意見を寄せていただければ、今言ったこの先のタービンのチューニング、それ以外だといろんなインタークーラーだとかいろんな部品もまだまだ検討の余地のある車ですから、ぜひDA64 コンピューターチューニングをしてみてください。